日本独特の車両カテゴリーである軽自動車、特に軽トラックは、そのコンパクトながらも高い積載能力を持つ特性から、農業や配送業など多岐にわたる用途で活躍しています。全長 3.4M 以下、全幅 1.48M 以下、全高 2M 以下のサイズ規格を満たしながら、660cc のエンジンを搭載し、燃費効率や低い税金など、維持費の面でもメリットが大きいため、ビジネスシーンでの必需品となっています。しかし、近年この日本固有の軽トラックが海外、特に北米で中古輸出されるケースが増えており、1990年代のモデルであっても、$8,000、約120万円以上で取引されることが珍しくない状況です。北米におけるピックアップトラックの人気と大型車が主流の市場において、軽トラックのコンパクトさと機能性が新鮮に移り、車好きの間でムーブメントを生んでいます。アメリカでは軽トラック専門の販売店がオープンし、売り上げを伸ばしているほか、自動車イベントでの注目も集めています。軽トラックは本来、アメリカの左ハンドル、右側通行の道路環境では、公道を走行することが難しいですが、25年ルールにより製造から25年が経過した旧車は、その規制が緩和されるため、90年代の軽トラックが特に人気を博しています。また、25年を経過していない車両でも、私有地内での使用や、特定の登録種別、オフロード車 LSV、ロースピードビークルとして、登録することで公道走行が可能になる場合があります。これにより、広大な農場や牧場での利用や、限定的ながら公道での走行も見込めるため、海外での需要が高まっているのです。アメリカにおいて人気のある軽トラックモデルには、特定の条件が求められることが多いです。特に四輪駆動 4WD は必須条件とされ、機能性と実用性を重視する傾向が強いです。加えて、荷台がダンプ式で上げ下げが可能な仕様の軽トラックが、より高値で取引される傾向にあります。このような車両は、農場や牧場、オフロードなどでの使用が想定されることが多く、積載物を簡単に下ろせるダンプ機能が非常に重宝されるためです。また、アメリカにおける日本車の人気は軽トラックに限らず、25年ルールを通じて様々な車種に及んでいます。スポーツカーやミニバン、セダン、SUV など、多岐にわたる日本車がアメリカの市場で販売され、それに伴い日本仕様のアイテムも人気を博しています。日本からそのまま輸入された車両をアピールするために、車検ステッカーや車庫証明のステッカーをあえて残しておくユーザーもいるほどです。これは車両そのものだけでなく、その出自や背景にも価値を見出していることを示しています。このような車両の人気は、日本車のクオリティや独特な魅力が海外でも認められている証拠ですが、同時に日本国内で中古車を探している人にとっては、価格上昇の原因となってしまうデメリットも生じています。軽トラックのような実用的な車両が国外で高値で取引される現状は、一部の人にとっては喜ばしいニュースである一方で、国内での購入を考えている人にとっては複雑な感情を抱かせることでしょう。